今日はポケコロツインというゲームで遊んじゃうよ。双子の女の子の着せ替え遊びができるんだって。楽しそうだね。早速遊んでみましょう。わあ、可愛い双子の女の子がいる。ココロンの名前を入力してくださいだって。ココロンっていう名前にしたよ。わあ、双子の女の子がすごく楽しそう。私の名前アソブームって入れたよ。よろしくね。ココロンのお家にやってきたよ。よし、着せ替えさせてあげよう。どんな風に着せ替えやろうかな。あ、髪型も変えられるんだ。あ、かわいい。いろんな髪型があるね。あ、これかわいいな。あ、これもかわいいよね。この子はこの髪型にしよう。で、お洋服は、うん、これかわいい。リボンは、あ、これいいね。お耳のパーツも変えられるんだ。目の位置を上げたり下げたりできるね。あ、パッチリお耳。これもパッチリ。いろんな耳があってかわいい。どれがいいかな。この耳優しそうでいいな。あ、お耳の色も変えられるんだね。うん、茶色がいいかな。で、これは何？今はアイテムがないんだね。よし、今度はこっちの子にしよう。この子のお洋服は、あ、これかわいい。あ、これもいいね。これもいいな。なんか春らしいからこれにしよう。あ、まだいろいろある。あ、まだいろいろあるんだ。ワンピース以外もあるんだ。組み合わせてもいいかもね。これにこれとか、これにこれ、これにこれはこれ。うんうんうん。あ、靴も変えられるんだね。これにしよう。で、髪型。あ、これかわいい。あ、これもかわいい。この髪型いいね。これにしよう。で、次はヘアアクセだね。あー、かわいい。これだとちょっとフリフリすぎるかな。これは冬？あ、全部重なっちゃってた。よし、取って取って、これかな。うん、これにしよう。あ、イヤリングもあるんだ。あ、これいい。こう、あれだね、重なっちゃうんだね。うんうん、これにしよう。これは？あ、タンポポ持ってる。あ、風船持ってる。わあ、欲張り。いっぱい待たせちゃおうか。で、お耳は、これもちょっと下にして、近寄らせたら可愛いんじゃない。あ、あ、これ可愛い。これにしよう。で、ピンク、赤、これぐらいがいいかな。はい、これで決定。お着替え完了したよ。そしたらどうなるのかな。戻る？完了で、こっちの子も完了させなきゃいけないのね。
をもうちょい、さっきアイテム持たせられなかったからちょっとアイテム持たせようかな。これか、イヤリングしてもらって、あれなんかアイテムあったよね、アイテムがなくなっちゃった。風船とかが、あ、そう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 、チョコ、この子がいっぱい持ったからこれ持てなくなっちゃった。わ、綿毛とかチョコ持たせようか。よし、これでお着替え完了。うわ、かわいい、2人ともすごいかわいい、とても喜んでるって、よかった。あー、眠いみたい、ベッドで寝かせてあげよう。わー、すごくかわいい。このゲームアプリで無料でできるんだよ、すごいよね。わ、すっきり寝ました。そしたら、あれ、何かプレゼント、わーい、スーパーレアだって。お世話してあげるとアイテムがもらえるんだ、やったね二人とも嬉しそう。ガチャっていうのがある、何か引けるのかな。お、なんだろう、いろいろある。初回無料のこれは引いてみるよ、何が出るかな。あー、なんかこの辺がレアなのかな。よし、回す、レアが出ろ、もっともっともっと上、あ、飛び出るお化け T シャツだって、変なの、やったね。よし、お出かけっていうのがある、どこお出かけできるのかな。あー、かわいい、なんかすごくおしゃれな二人、足跡つけていこう。あ、つけられないの、これは自分についた足跡なんだね。 OK、 いらっしゃいって言われた、交流したいけど、こんなお部屋なんだね、帰ろ。さっきもらった、お目につけてみようか、新しいのもらってたよね、これ。あ、そう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 、これ、うん、これにしよう、決定、やったね。わー、かわいい、こんな風にやって双子の女の子を可愛くさせたり、お世話したりして遊ぶゲームなんだね。二人ともどっか行っちゃった。今日はポケコロツインっていうゲームで遊んでみたよ。二人の双子ちゃんが可愛く着せ替えしたり遊んだり、とっても素敵なゲームだね。アプリで無料でできるので、お家の人に相談しながら一緒にお家の人とゲームしてみてね。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。あ、出てきた出てきた。かわいい、メルちゃんじゃんけん始まるよ。メルちゃんじゃんけん、じゃんけんパー。メルちゃんが出したのはパー、チョキを出した人が勝ちだよ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願い、メリー、アソゲームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしい、メリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。